オーストリア連邦庭園局、または連邦庭園局ウィーン・インスブルックとは、オーストリア共和国で連邦管轄の庭園文化財の管理を担う、官庁で連邦持続可能性、観光省の一部局。オーストリア共和国は、かつてのハプスブルク家の宮殿、邸宅や関連の様々な施設を継承しており、所有する歴史的庭園設備や宮殿付属の庭園、 ハプスブルク家が一般公開の公共財として設営した公園などは膨大な数に上る。1921年以来、オーストリア連邦庭園局では、そうした施設のうちでも最も重要ランクと位置づけられる、ウィーンの庭園とインスブルックアンブラスにあるティロル系ハプスブルク家の宮殿を管理している。1999年に文化財保護法が改正され、連邦庭園は、 文化財に位置づけられた。旧来、1965年に憲法裁判所が示した判決では、田畑、波軌道、公園設備、その他これに類する自然改変による現象形態は文化財ではないとされていた。ところが、1996年、シェーンブルン宮殿が付随の庭園を含めて、ユネスコ世界遺産への登録が決定されると、法解釈が変更され、 建物だけでなく、庭園自体も文化史的、庭園史的、技術的に見て重要性の高い対象物を包含しているとされるようになった。それには、例えば、シェーンブルン宮殿の温室、オランジェリー、その他の庭園内建築物、噴水の制御技術などがある。現在では、連邦庭園全体で年間で、 約2500万人の訪問者が訪れており、オーストリアの文化財のうちでも、経済的に最も重要な位置を占めている。初代の局長は、フリードリ・ヒレオフォン・ロッテンベルガー。20世紀末以降は、ベータン・フィッシャー・コルブリー、ブリギッテ・マング、現在のゴットフリート・キルナーとなっている。シェーン・ブルーン宮殿内の本部庁舎間かつかの庭園の維持管理と収集植物の需要。 育成が主要な業務となっている。連邦庭園局が管轄する庭園は次の通りで、ある。庭園の建築物の維持管理、草木、植物の手入れ、育成、庭園全体の景観秩序の保全維持は、連邦文化財局と共同で実施されている。全体で280ヘクタールの土地があり、面積ではオーストリア最大の文化財となっている。シェーンブルンのホッケアクリスパは、 鉢植えの植物としては世界で最も古いものとされている。連邦庭園局の装飾家では公的機関に装飾を提供することを主要な業務としている。大統領官邸、連邦首相府、その他の公的機関の主催による国家レベルの祝宴行事、外国品格の歓迎行事、その他の催し物全般で、 草花装飾を施すのも連邦庭園局の業務であり、これは元来ハプスブルク帝国時代から庭園設営の目的の一つでもあった。このほか、植物の太陽も重要な業務となっている。連邦庭園局では造園の専門家や教師など後継者の育成にも取り組んでいる。ありがとうございます。